しよしよし、順調に来ましたね。でこっから、島新名でしたっけ、新名駅まで歩いてみましょうか。新名まではどう行ったら行こうかな。あー、なるほど、まっすぐは行けんけどちょっとオレオレしながらオレオレする感じですね。なるほどなるほどな。でこっから姿の駅前までも出てるんですね。さっきのは出てたから、次はだいぶ先ですけどね、うん、そうですね、あ、だいぶ先ですんで歩きましょう歩きましょう。よし、おお、この辺りはやっぱりまだ阿賀町の名残残ってますね。もともと阿賀町ですもんね、この辺りは。阿賀町と磯部町と何だったっけ、そこが合併して志摩市になりましたもんね。で、あ、ここがこれ新図書館なんだ。へえ、綺麗。めっちゃ綺麗ですね。おしゃれな建物ではないですか。新しいのかな。新しそうですね。いいですね。なんか洋書読みたくなりますね、こういうところで。ハリーポッターの英語版とかはね、まあ読めないんですけどね。こんなところの白い駐車場、こっちはさっきの第二駐車場みたいな感じなのかな。めっちゃ広いですね。まあさすがにこっちには止まってないですけどね。で道しおが2キロって出てきましたね。道しおは賢島駅からちょっと奥行ったところにあったあれですよね。で、あ、これが国道か。ってことはこれを曲がらなあかんな。多分こっちですね。ああ、ぽい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 。こっちみたいですね。大丈夫かな、これ。なんかちょっと道を間違えて行った方のが、取れ高ありそうやけど、まあ、もうちょっと今回は、このまま行っちゃいましょう。あ、でこんなところにウダミントってまたお肉屋さんが出てきましたよ。ここは本当純粋にお肉だけって感じかな。ここが賢島最終の給油所なんだよ。結構楽しいとかもあったり、いろいろありますね。ああ、やっぱ日差しが出るな、暑い。いや、これは。この黒毛和牛のステーキ屋さんとか。ディナー営業なんですね。それは、食かな。もう言うとるうちに曲がらなあかんはずないけどな。もうちょっと先なんかな。ここは島の森学童クラブ、ああ幼稚園保育園、幼稚園と保育園が併設されてるんだ。ここだ、新名駅入り口ってなってますもんね。よかった、分かりやすい交差点名で助かりました。で、これを曲がればいいみたいね。よし、信号よし。
これ歩道は反対側なのかな、まあ、どっちも細いからあんま変わらんけど、あれ多分緑のラインはスクールゾーンのあれですよね、通学路ですよっていう多分表示だと思いますけど、さあこれで駅の近くのはずなんやけど、どこにあるんだ、あれか、これか、よしよしよし、無事着きましたね、これで島新名駅ね、よし、でまあ予定では島新名から新名から賢島にとりあえず行こうかな、よいしょ、あ、こっちか、両方向から入れるんですね、こんな感じに、でなかなか全てを真ん中のライン揃えてきましたね、中央寄せの前駅ですね、新名駅、こんな感じね、ちょっとやだここでピタッとしてやれば大丈夫ってことですけど、まあ、今日はねフリーキップですから大丈夫、新名駅 M92 で次は90になるので、まあこんだけね大きい数字になるのもさすが近鉄ですよね、で、品中川賢島になってますけど、この時間ねだいぶね少ないのは少ないのでね、で、次が13時51分、13時51分やから次が、14時5分が来る、あ、よかったよかった、比較的早い時間に来ますね、10分ちょっとで来るみたいなんで、まあ、それまでね駅で待って、やっときましょう、こんな感じでね、もう端っこまで来ましたよ、こうやって見るとビュッていけそうな感じに書いてありますけど、まあ、当然ね行けないんですけどね、いやここが93が一番大きい番号かな、多分そうですよね、他は30とかしかないから、うん、35とかね、そうそう、お大阪からの起点で、ね、ずーっと数えてきますからね、ここの方へポンって番号が変わりますけど、こっちが1番、こっちが1番、ここも1番の、うん、で、阿部の橋1番でずーっと作ってね、いきますけど、だけどそうですね、ここが一番この一本線になるように作ってありますから、結果的にやっぱ93駅も、まあ、実際にはですから3駅がね、100個以上駅ある、何個あるんだ近鉄ってね、すごい数の駅ありますけど、93までで一応番号は決まってますよってことですね、そうそうそう、会社さんによってはね、こういうような駅があったときに61を揃えるんじゃなくて、これやったら、ね、44と D の62番と E の44番とみたいな感じでね、作ることがあるところもありますけど、近鉄は数字は必ず一緒になるように、統一するんで、ここなんかもね25、26、27で、こっちが21から26まで飛びますよっていうようなね、作りになってるから、これ、A の22から25はないですね、とかねっていう作りが面白いですよね、あ、でも生駒だけは17と27が混じるんだ、なんでだ、あ、そっか、これね、あの大阪地下鉄から数えてるから、その兼ね合いでここだけは統一ができなかったんでしょうね、なるほど、そう考えるとなかなか複雑なことになりましたね、うん、だから王子駅なんてこっちから数えてるの、こっちから数えてるの28と43ってことでめちゃくちゃ離れてるように見えますけど、ね、歩いて2、5分もかからないっていうね、本当お迎えやってすぐないっていうところもあったりしますからね、
ここは統一してるんやね、36で、うん、なるほどね、面白いですね、うん、で、二の口の傘縫いね、これ前言ってきたのは傘縫いですもんね、そうそうそう、二の口もね、二の口で短絡線があったりするのでね、有名なところですけど、そうだからここから端っこですから、こうやって見てみると2590円とかね、2350円とかになりますからね、一番高いのってどこ行くんだって言うと、こっち2010円だし、どこだ、あ、そっか、高安山に登るところが直通したら2780円やから、だから賢島から、ここから賢島からとか、この辺りから高安山まで使うのが一番元が取れるのかな、どうかな、片道であれするやつね、株主優待のやつなんかで乗るときはそれが一番お得なのかもしれませんね。2780円、3000円近くか1500円とかで、1300円とかでね、株主優待金券ショップで買えますからね、あ、そう考えるといいですね、っていうか往復しただけであれでも元が取れますね、今3000円ぐらいで売ってる3日間フリーパスね、いやいや、ですけどやっぱフリーパスをね、とかね、こういった企画乗車券をねうまいこと使うと鉄道は本当格段に、より便利に使えますよね、こっちが八子島方面だもんな、ですからこっちから電車が来るはずですからね、まあ、とりあえずまだ10分ぐらいあるはずなんで、ね、ちょっと電車待ちましょう、あ、こっちか、全部、フグランド走るからね。